福島みずほさん立憲社民共同会派の福島みずほです、えー、共同親権についてなんですが、相談して決めることができそうな人たちにとっては必要がない、相談することができない対立関係にある人ほど強く発する制度が共同親権になっているんじゃないか。 と思いいいまますすうまくっってるんんだったら問題ないんですよで子どものえ結婚している段階で、子どもの目の前で、子どもの養育方針で言い争っていることがは子どもにとってよくない、それがようやく離婚して、それが解消されると思いきや、そうではなくて、共同親権によってまた続くとすれば、それは子どもの利益にはなりません。えですからえ、共同親権っていうのを、まあ、望む人がいることも理解はできます。しかしかそれは 選択というんであれば、合意でなければ最低限ダメだと思います。不同意共同親権というのは認めないということが必要ではないか、人間は嫌なことを強制されても従いません、それは選択ではありません、選択的夫婦別姓だって、自己の意思によって選ぶから選択制なんです。だから不同意共同親権というのは認めない。 父母の同意がないけれども、強制的に共同親権になることが、どういう場合に子どもの利益になるんですか小泉法務大臣あの、まあ。不同意であれば、多くの場合、それは単独親権という形になっていくと思われますが、しかし、あの合意がないということその、それだけでもう自動的に単独親権ですよというふうには、 あの進んでいいいいかないという,ふうに我々は思っています一度、子どもの利益というものをそこに置いてみ見ていただいて、父母双方が子どもの利益のために、我々が共同でできることがあるんじゃないかということを考えていただく、そういうステップを踏んで、それでもなおかつ相当な理由を持って、えー 共同の親権行使はできない、困難が伴うということになれば、それは単独親権です、しかし、えー、片方の親がいやだめです、嫌ですというだけです単独親権に行く前に、子どもの利益というものを考えるステップがあっていいだろうと、そういう考え方で、この法律は構成されております島さんだからその場合の子の利益とは何か、そしてやっぱりそれは間違っていると思います、つまりうまくいってないんですよ。 うまくいいってないから離婚したんでですよそれで、えー、どうしても嫌だ、相手と一緒に話ができないと思っているとすればそれはやっぱり何かの理由があるんですよ、それは何かあの時間をかけてあるいはカウンセリングがいろんなことで解消されることはあっても一方が嫌だと言っているのに共同親権やってうまくいくわけないですよ、これ一歩間違えると、過不調性に基づく不権介入。 支配とコントロール、介入する、そんな口実を与えることになる、もしうまくいってるんだったらいいんですよ。 そういうケースもあるでしょうし、あります、でも、一方が嫌だって言ってるのに、それを強制することは結局うまくいかない、性交渉だって、本人の同意がなければ、性暴力だってしたじゃないですか、本人の同意がないのに、これを共同親権というふうに、無理やり、不動意共同親権というのは、子どもの利益にもならない、子どもは親のその対立の中に、もう一回、えー、離婚した後も続くわけですから、 離婚後のえ虐待も続くというふうに思っておりますこれは本当に見直すべきだと思ってますで、提案者にお聞きをいたします先ほども議論になりましたが、えー、19条ですねこれは今日もすごく議論の1つです 両方が真摯に共同親権を望むということの確認を、これは家庭裁判所がすべきだっていうのは、衆議院で枝野議員が言いました、私もそれはそうすべきだと思いますが、もうあの、まあ、ちょっとあの 100, 歩100歩というか譲ってです、ね、この19条措置について検討を加えてありますが、そのことの理由や思いについて語ってください米山隆一さん。はいえー、あの改正案の,あの ま不、あ、則第十九条第一項についてご質問でございますが、まあ、改正案の第八百十九条第一項では、まあ父母が兄弟上の離婚をするときはその協議でその双方また一方を親権者と定めるとあります。で、今ほど来あのまあ議論に回りまた委員からもご指摘のあったところですけれども、まあこの。 当事者の離婚の際の親権者を定めるにあたってはです、ね、この利益を確保するために、例えば DV 等の事案や、経済的に強い立場の配偶者か、他方配偶者に強制的に迫ることによって、真意によらない不適切な合意がなされることを防ぐ必要がございます、まあ、強い必要がございます。 でまた、親権者をどのように定めるにせよ、父母双方の真意による合意があってこそ、これは今ほど委員があのおっしゃられたことですけれども、父母双方の真意による合意があってこそ、この利益にかなうように親権を適切に行使をすることができます。そこで政府に対して、親権者の定めが父母の双方の真意に出たものであることを確認するために、どのような措置があり得るか検討を加え、必要な措置を講ずることを求めると。 提案し、そしてまた格闘開発、で合意して、えー、のせあの衆議院では成立したということになります。えー、なお、提案者としましては、提案者といたしましては、具体的な措置として、例えば離婚届、書所の書式を見直して、離婚後も共同で親権を行使することの意味や内容を理解したかを確認する欄を追加すること等を想定しております。 福島みずほさん、はいどううもありがとうございますそれで、えー、いろんな人の意見聞きます、出身記のときに実は父親に会いたかった、実は父親に会いたかったけど、それを言えなかったとか、ですねいろんな子どもたちがいることは本当にそうです、しかし、実はそれは面会交渉の話であると、面会交渉の話、養育費の話と、親権の共同親権の話は別です、面会交渉がうまくいかないから、親権取ればうまくいくっていうのは、ものすごく激悪で、それはありえないんですよ。 離婚後の看護、面会交流、養育費については、すでに現行民法766条で明文化されています。現行法では解決できない解決課題があるんでしょうか、具体的に示していただきたい、養育費の支払い、外国のように罰則つけたっていいと私は思います。養育費の支払い、面会交流などの充実、DV の根絶、ひとり親家庭の支援、体制整備などこそ、先決ではないですかか大臣いかがですか。 小泉法務大臣あの。この利益を確保するためには、父母双方が離婚後も適切な形でこの養育に関わる、そして責任を果たす、これが望ましいという理念をまず掲げております、そしてこの責任を果たす、養育に関わり、責任を果たす、その形でありますけれども、現行民法の下では離婚後単独親権制度でありますので、共同養育。 では親権者共同養育にはなりますが、そこで親権者でない親は、この養育に関する事項について、最終的な決定をすることができず、また第三者との関係でも、親権者として行動することはできません。このような状況においては、親権者でない親によるこの養育への関与、これは確かに事実上できますが、 あくまで事実上のものにとどまり、法的に不安定なものとならざるを得ないため、この利益の観点からは望ましいものではないと考えられます、まあ。そこで離婚後の親権制度を見直す必要があるわけでございますけれども、子どもの利益という観点からは、ご指摘のとおり、それ以外に養育費の利口確保、安心安全な親子交流、こういったことも非常に重要でありまして、本改正案では親権、養育費、親子交流を含めたこの養育に関する制度全般、 を見直す、まあ、そういうことをお願いをしているわけであります、はい、福島瑞穂さん、はいえー。単独で行使できる旧白の事情なんですが、えー、これは衆議院の段階で、この利益のため、えー、必要かつああの、えー、衆議院の段階で、えー、これはですねあの、えー、衆議院の段階で、この定義については、えー、法務省は、父母の協議や家庭裁判所の手続きを経ていては、 適時の親権交渉をすることができずその結果としてこの利益を害する恐れがあるような場合というふうに説明をしていますだったらそのように終分したらどうですかというふうに思いますというのは窮白の事情っていうのはどうしても法律家の立場からすると窮白不正の侵害正当防衛の要件窮っていうのはやっぱり急な場合というふうに従来言われていたので窮白の事情では狭いんですよで。 法務省はこれを広く、えー、説明をされていますけれども、それではこの法律が施行された以降、それが一般的に通用するだろうか、むしろこの利益のため、えー、必要かつ相当な場合というふうに直すべきではないですか。竹内民事局長 お答えいたします一般論といたしましては、この養育に関する重要な決定について、父母、双方が熟慮の上で慎重に協議し、判断することがこの利益に資することとなると考えております。他方で、その協議には一定の時間を要すると考えられることから、本改正案では、適時に親権行使をすることが困難とならないよう、この利益のため、休泊の事情があるときは、親権の単独行使が可能であることとしております。 これらの場合に加えまして、神経の単独行使が可能な場合をさらに拡大することは、この養育に関し、父母双方が熟慮の上で慎重に協議する機会を狭めることとなってしまいますので、この利益の観点から相当ではなく、ご指摘のような修正も相当ではないと考えておるところでございます福島瑞穂さん。これすすすごくく大変ななると思いまま衆議院の議のの論でもっっておりりが、まあ、多くの離婚事件はやっぱり 家を出ていくときに対立が起きたり殴られたりするからやっぱり結婚日を決めてこの日、家を引っ越すなんてやるわけですよねで、それって DV より少し時間が経っていれば休泊とは言えなくなったりあるいはもうあの証拠がないいやその休泊じゃないじゃないかって言われかねないですよこれはですね子供を連れて妻が家を出ていったら誘拐罪だと訴えるケースとかも今ありますとしたらですねまあ女男っていうのは変ですがでも 看護は夫と妻、父と母は4分の1以下ですよ、夫の看護あの、育児の時間は圧倒的に少ない、多くは女性が子供を育てていて、その子供を連れて家を出ることが困難になるんじゃないか、今までより困難になったら困ると思ってるんです、私は朝の、えー、NHK ドラマの虎に翼を見ていますが、まさに。えー 明治民法は、子はその家にある夫の親権に服すとなっていたから、女性は子供を置いて、家を離婚するか、あるいはもう離婚を我慢して家にいるかしか、多くはできなかったわけですよ、そういうふうになっちゃいませんか、どうですか、このことによって、今まで女性たち、多くは女性たちですが、子供を連れて家を出る。 で別居する身の安全を守るために、あるいは夫と医者会したくないから、ということは変わらないということで、よろしいですか？竹内民事局長。お答えいたします。あの改正法案の八十九条七項でございますが、これは裁判所が新権者を決める際の判断基準になっております。でえーまあ、委員も御指摘のとおり、御存じのとおりだと思いますが。えー 父,母父または母がこの心身に害悪を及ぼす恐れ、まあ、すなわち虐待があるような場合ですとか、父母の一方が他の一方から身体に対する暴力、その他の心身に有害な影響を及ぼす言動を受ける恐れ、すなわち DV 等がある恐れを指しております。このような場合には、必ず裁判所は単独親権としなければならないというような規律にしておりますので、えー、としております。しか,し,しかも、824条の2で、1項3号で、この利益のため、旧白の事情があるときは、 あ仮に単独あの共同親権になったとしても、親権の単独行使ができるという規律にしておりますので、えー、DV やあ虐待からの非難に支障を来すことはないと考えております福島みずほさん、DV や虐待がなくても、夫と異社会を続けることはつさまじいストレスだから、家を出るんですよ。 別居して安心して子育てしたいし人生立て直すというか少し冷却期間を置きたいんですよ、これが DV や虐待などとなっているので先ほど牧山さんが DV や虐待のケースを完全に除去できるかと言いましたが DV 虐待じゃなくても支配やコントロールやもう多くのいさかいから自分は出たいんですよだからこれやっぱり狭すぎますよ、問題がある、休泊の事情に関する今の答弁も納得がいきません。え参議院は 共生社会に関する調査会で、かつてドメスティックバイオレンス防止法を超党派で全会一致で成立をさせました、プロジェクトチームを作って超党派でやったんですね、2001年です、そして5回、DV 防止法を改正しました、DV の根絶に関して参議院はものすごく努力をしてきた、しかし、これはまだ続いております、D、DV をする人は残念ながら、加害の認識がありません。 自分はいい夫でいい人で,で残念ながら外面がよく地位も高かったりだから、その人が本当に支配とコントロールをする人だって分からないでも殴るだけじゃないんですよ、モラハラだったりお金を渡さなかったり妻をそこに座らせて正座させてこんこんと一晩中説教したり優愛ちゃんが虐待で反省ノートを書かされていましたが反省ノートを書かされる妻っていうの結構いますね。 とにかく自分の思い通りにしたいし、そうするっていうことそのものが DV で、みんなが思っているよりも DV は広いんですよ、虐待も広いんですよ、そういう中では力を奪われるから、そういう結婚生活は地獄なんですよ、そこから逃げる、そこから子供を連れて逃げるのは、当然で生きるためのサバイバーなんですよ。ところが 残念ながら、裁判所やいろんなところ、まだ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 法律家の世界も古く、家庭裁判所でも DV やその認定がされないこと、理解されないこと、いい夫さんじゃないですかって言われることなの、しょっちゅうですよ、認めてもらえないんですよ、だからこの法案に心配してるんです、いかがですか竹内民事局長。 お答えいたします、えー、まず、あの先ほど申し上げました819条7項でございますが、例えば2号を申し上げますと、父母の一方が他の一方から身体に対する暴力、その他の心身に有害な影響を及ぼす言動を受けるおせれという言葉になっておりまして、えー、身体的な暴力、あるいは身体的な DV に限らず、 精神的な DV ですとか、あるいは経済的 DV のようなものも含む表現になっております、このような場合には、裁判所は必ず単独親権と定めなければならないという規律になっております。でまた、824-2の1項3号の9泊の事情というところですけれども、委員ご指摘のような夫婦のいさかいですとか、あるいはこう、まあ喧嘩のような事情で感情的問題が発生していて、そのために適時の親権行使ができないというような事情があるような場合 にもこれに当たるものがあると考えられますので、えー、我々といたしましては、あ委員ご指摘のような虐待のケース、あるいは DV のケースにつきましては、なんでしょう、その非難等に支障はないというふうに考えておるところでございます福島みずほさん。 民事で訴える、刑事で訴える、弁護士も訴える、弁護士を懲戒請求する、そして妻の家族も訴える、散々こんな事件、たくさんあります、私自身も訴えられてきました、DV をやるっていうのはそういうことですよ、だからお願いです、私はこの法律は時間をかけてやり直すべきだと思いますが、この法律、施行されて、妻が子供を連れて、夫が子供を連れてっていう場合ももちろんありますが、家を出た後 夫から訴えられるとかです、ね、お前は共同親権なのに連れて出たと言って訴えられるとかそういうことが本当にないようにそれは結局、女の人を家の中にとどめておくというものすごい地獄の状態にさせるのでそれがないようにと思います。で先ほどです、ね、単独でででででききるるかか共同親権 それはできない住所変更はえそれは合意がないとできないということでしたということはです、ね、ほんの少し移動するのでも子どもがいじめだから急いで引っ越したいということもできない。 夫が反対したらでき、夫っていつも言ってすいませんが、できないということですよね、それは問題だと思います、例えば妻が自分がまあ別居中、あるいは離婚した後ですね経済的にまあ頑張りたいと思い、九州の実家に帰ってやり直そうと思って、夫が俺の面接交渉どうなるんだって反対したら、引っ越しできないんですよ、どうなんですか。竹内民事局長 お答えいたします。本改正案では、父母双方が親権者である場合には、親権は父母が共同して行うこととしたで、えで、この利益のため、休泊の事情があるときや、看護または教育に関する日常の行為をするときは、親権を単独で行使することができることとしております。看護および教育に関する日常の行為とは、日々の生活の中で生ずる心情看護に関する行為で、これに対して重大な影響を与えないものを指しております。 この転居や、この進路に影響するような進学先の選択などは、基本的にはこれに当たらないもの,いものと考えておりますが、もっともこれらにつきましても、例えば DV や虐待からの避難が必要な場合には、休泊の事情があるときとして、神経の単独行使が認められうると考えております。 福島みずほさんやっぱり狭く返されると引っ越しもできないんですよ、それでですね、パスポートの取得に関して衆議院で議論になり、<laughs> 外務省は4月11日、これについて衆議院の委員会に提出しております、説明してください。外務省大臣官官房長徳答えいたします 未成年者の旅券発給が行われた場合この申請については現状においては親権者である両親のいずれか一方の法定代理人署名欄への署名を持って両親の同意を代表するものとみなして申請書を受け付けることとしておりますただし署名を行っていないもう一方の親権者があらかじめこの旅券申請に対する不同意の意思表示を 国内旅券事務所または在外,対在外交換に対して行う場合がございます。その場合は、同親権者に改めて旅券申請同意書の提出意思を確認し、その同意書の提出をもって旅券を発給することとしております。旅券法に基づく旅券の発給申請は、広報上の行為であり、 今回の民法改正案によっても、未成年者の申請についてのこうした現行の手続きは、基本的に変更する必要はないと考えております。いずれにしましても、運用にあたっては、今回の民法改正案を踏まえ、法務省をはじめ、関係府省庁と連携をし、適切に運用していく考えでございます。 島そうすると、別居親が、えー、例えば子どもが修学旅行で、えー、どあの行くためにパスポートを取得したい、でも別居親が反対っていうことを、旅券の事務所に行ったら、その子は行けないんですよ。 で家庭裁判して、その人が本意して同意してくれればいいけど、どうしてもしてくれなければ、家庭裁判所に行くということですよね、これが本当に妥当でしょうか、これが本当にこの利益に合致するんでしょうか、でえー、先ほど1つだけ、保育園を変わるとかいうのも、これも共同親権でないといけないということなんですか子ども家庭庁長官官房黒精神議官、黒官お答え申し上げます。 あの保育所の入退所にあの関する手続きにつきましては、子ども・子育て支援法で保護者があの市町村から保育の必要性認定を受けた上で、保育所の入退所,所の申請を行うというふうになってございます。またあの同法において、保護者とは、親権を行う者、未成年後見人その他のもので、子どもを現に看護するものというふうに定義をしているところでございまして、あの結論といたしましては、保育所の入退所の手続きは、子どもを現に看護しているもののみによって行うことができます。 福島この氏の変更、離婚しました、妻は旧姓に戻ります、でも、子は大体95%、夫のせいで戸籍に入っています、この氏の変更したい、もう一緒に暮らすから名前を同じくしたいという場合、この氏の変更に関して、共同親権の別居親が反対したらどうなるんですか竹内民事局長。 子が父または母と氏をことにする場合には、民法第791条第1項の規定によりまして、子は家庭裁判所の許可を得て、戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、その父または母の氏を称することができます。 また、子が15歳未満であるときは道3項、道場第3項の規定によりまして、その法廷代理人が道場第1項の行為をすることができるとされておりますところ、父母の双方が親権者であるときは、父母の双方が法廷代理人となり、父母が共同して行うこととなります。この場合において、父母の意見が対立したときは、改正民法第824条の2第3項の規定によりまして、家庭裁判所が父母の一方を当該事項についての親権行使者と定めることができます。 なお本、本改正案では、この氏の変更に関する親権行使者の指定の裁判は、離婚訴訟の付帯処分として申し立てることができることとしておりまして、そのような申し立てがあった場合には、離婚判決において、親権行使者が定められることとなります福島みずほさん。ししかしあの反対をすれればそれは このう治の変更はスムーズにはできないということですよね今単独申券ですからこのう治の変更事実上仮定裁判所で認められてますがどうですか竹内民事局長 お答えいたしますあの民法の700先ほど申し上げました791条第3項の規定によりまして、まあ、法定代理人がこの条の変更をすることができるとされておりますので、現行法の下では、親権者となった方があ法定代理人として行うことはできると考えます。 福島みぞんさんつまり共同親権だったら、一方が反対したら、子どもの氏を変更することは、今までは簡単にできたけど、できなくなるっていうことですよね、それから養子縁組、え女性が離婚して子どもを連れて、新たな人と再婚する、子どもをその新たな夫と養子縁組するっていうことは、比較的よく行われていますが、その場合、共同親権の別居や夫元の夫が駄目だと、養子縁組に反対だって言ったら、養子縁組できないんですよね。 竹内民事局長、えー、15歳未満の子を養子とする場合には、親権者、ホテルり人の大学がいるということになってまいります。でえー、大学が取れないという場合の規定を今回、設けることにしておりまして。えー 第797条でございますが、第4項におきまして、その大学にかかる親権の行使について、824条の2第3項に規定する請求を受けた家庭裁判所は、第1項の縁組をすることがこの利益のために特に必要であると認めるときに限って、同条第3項の規定による審判をすることができるとされております。 今までよりもやっぱりその共同親権つまり親権っていうのは子どもの看護権ではなくて重要事項決定権について口出しができるということですから各閣左右にこのうちの変更や養子縁組などで別居親がそのたんびに 介入してくる、介入っていうことは良くないかもしれませんが、できない、反対されたらできない、だからあの拒否権なんですよね、先ほど牧山さんも拒否権ということを使われましたが、新たな生活で何かをやるときに拒否権発動ができるんですよ、安保理事会の拒否権発動じゃないけど、ものすごく強くてですね、それを取っ払うためには、火災に行って長い長い調停を経なくちゃいけないっていうのは、ものすごく大変なことだと思います。えー、それで共同のの場合どのような変化があるか高校の 事業料無償化があの,の問題で文科省にも来ていただきました、これ、神奈川だと確か所得制限があるんですよね、で回答はです、ね、合算するということなんですが、だとすると、これは、えー、神奈川県の場合、学校がやるわけですが、学校の先生は、今までだと1人の離婚したら単独親の所得証明だけをもらってればよかったけれども、今度はあなたは単独親権ですか、共同親権ですか、じゃ共同親権の親の収入も持ってきてくださいって言って、合算するということになるんですか。でその 親が養育費払ってない場合はどうなるんですか文部科学省大臣官房梶山文部科学戦略課。お答えいたします、えー、高等学校等就学支援金につきましては親権者等の収入に基づいて受給資格の認定をかなっておりますが 今般の民国改正による共同親権の導入後に生徒等の父母が離婚し共同親権となる場合であっても現行制度と同様親権者の一方が就学に要する経費の負担を求めることが困難である場合には自給資格の認定にあたってその親権者の収入は含めないことになると考えております個別の事例について網絡的にお答えすることは困難でございますがこれらの判定に至っては認定を行う都道府県において 等において個別のケースに応じて柔軟に判断することとなるものと考えておりますまたその認定事務の負担のことでございますがこちらにつきましてはですね、親権者が就学を要する経費の負担を求めることは困難である場合こちらのものに関してそれに該当する場合は申請していただくということになりますで、そのような場合にも生徒や保護者等による申請内容を原則信頼して 判定する仕組みとまあ、こういうことにしておるところでございますのでまあ、必ずしも証明書類の提出までは求めるものではなくて、えーえー、適切なその認定事務を行っているところでございますこの引き続き<島>いずれにせよ都道府県と連携しながら適切な認定事務に努めてまいります福島みずほさん、はい、ちょっと分かるようなおかれのつまり私は共同親権です でも夫の夫の例えばその収入証明を出さずに高校授業料無償化を申請してもいいということですか。でもそれって共同親権は合算するということと矛盾しませんか。柏山文部科学戦略課お答えいたします、えー。高等学校の就学支援金につきましては基本的にそのその。 親権者の一方が、就学に要する経費の負担を求めることは困難である場合、そちらに関しては、親権者の収入を含めないということができます、その場合に関してましては、その方の,その収入証明書等におきましては、提出がないということになるんではないかと思っております福島瑞穂さん。はい えー児,童えー、児童扶養手当については、これまでも親権者とは限らず、看護者に支払っており、共同親権になっても変わらない、えー、所得も看護者のみで合算しないという回答をいただいております、で児童手当については、これまでも親権者とは限らず、看護者に払っており、共同親権になっても変わらない、所得も看護者のみで合算しないというふうに回答をいただいてるんですが、これって特定給付金のときもそうだったんですが、夫が、元夫が、えー、自分は 世帯主だとで逃げてるから世帯主で、子どもがそこの世帯に入ってるとします、まあ、別居中ですね、そのときに夫がお礼に払えって言ったら、児童手当、どうなるんですか子ども家庭庁、黒瀬審議官お答え申し上げますあの、児童手当ですけれども、例えば、あの父母が離婚をしまして、また離婚え協議中で別居しているような事実が確認できるときには、生計を維持する程度の高さにかかわらず、こと同居している方 が受給者というふうになりますしまたあの離婚等をしていない場合であっても例えば現在受給者 えと受給をしている者からの DV 被害等を受けてですねで、あの児童手当の支給先の変更を被害者が求めるような事例というのが考えられますけれども、受給者からの DV によって、この看護に著しい影響が生じていると認められるような場合は、看護の実態を書くものとして、住民表上の住所等にかかわらず、児童手当の支給先を実際に看護を行っている、この場合であれば DV の被害者の方ということになりますので、そういった取り扱いは現在もそうですけれども、今後も変わることはございません。 福島みずさん、はいえー、公務員、行政の窓口、支援センター、学校現場などでものすごく不安が広がっています。というのは、共同親権でだったにもかかわらず、自分たちが何か仕事をして、後からその別居親から訴えられる、これはよくありますが、ということがとても心配して、萎縮効果が起きて、支援が十分行われないんじゃないか、お手元に全国で DV 被害者に関わる支援措置に対する行政不服審査請求は毎年、何件出され ているかここ10年ほどの件数を教えてほしいということで件数を出していただきました今後この件数が本当に増えるんじゃないかつまり、えー、dv やいろんな件で、えー、住民票をまさに、えー 支援措置で住民票を明らかにしないでほしいということをえ妻側がやっているときにこれに対する行政不服審査がこれだけ出てるんですね。今後共同親権になったらこれがものすごく爆発的に増えてしまうんじゃないかで。私は今日の質問で行政が萎縮しないようにちゃんとメッセージを出してほしい。支援措置を受けている裁判で共同親権が命令された場合、支援措置の要件を満たしていると相談機関の意見書を得て で市が判断すれば、行政として支援措置の続行は制限するものではないということでよろしいですね総務省大臣官房、三橋審議官。 住民基本台帳事務におきましては、DV 等の被害者の相手方が、住民票の写し等の交付を不当に利用して、被害者の住所を探索することを防止する DV 支援措置を実施しております。本措置の実施に当たりましては、専門的知見を有する警察・配偶者暴力支援センター等の相談機関から、支援の必要性を確認することとしております。具体的には 申し入れの内容に相違がなく支援の必要性があると認めるか等につきまして相談機関の職名及び公認を付して意見を提出してもらうとともに必要に応じて市町村から相談機関に内容を確認しております DV、C、等を受けた申し入れ者が子供とともに同一の住所に避難している場合におきましても子供の住民票の住所交付等の申請を恐れがあると認める恐れが あると、住視探索の目的で行われる場合には、当該子どもについても支援措置を実施することとしております。現行の民法における婚姻中の場合におきましても、相手の方への住民票のうちの交付制限の措置は行われているものでございまして、今回の民法改正により、離婚後に父母双方が親権者と定められた場合でありましても、 DV 等支援措置の必要性が認められる場合には、これを実施するという基本的な考え方に変更はないものと考えております。総務省といたしましては、この点も含め、今回の民法改正法の取り扱いに対し、各自治体に対して必要な助言等を行い、制度の適正な運用に努めてまいります、はい、福島みずほさん、はい。よろしくお願いします。で、転居、転校、休泊のときに、休泊の事情は行わず、行政は今まで届出が来れば、手続きで行う、看護している者の申請により、行政は保育所の入園、転園、 対だ、退園を認めるということでよろしいですね。じゃあ、まず、まず、三橋審議官えっと。先ほど申し上げましたあの住民基本台帳制度におきましては、住所は客観的居住の事実を基礎として、これに居住者の主観的意思を総合して決定するということをされております。そのの上で住所に関する小村庁へ転転入または転居統計は 転入をした日から14日などとの、その事実を取り、届け出る取り扱いとされております。未成年者にか,かる届け出につきましては、転入、転出の事実や、現に転出、届け出を行っているものを代理権等を確認し、転入、転出等の処理を行っておりますが、現在の婚姻中における共同親権者であっても、届け出の処理に際しまして、父母双方の同意は求めておりません。 今回の民法改正後における転入転出等の統計におきましても、現行の共同親権である婚姻中における取り扱いと同様と考えておりまして、現行の事務の取り扱いを変更することは想定しておりません。梶山文部科学戦略官天候についいてお答えいたします 今般の民法改正案を踏まえ、共同親権となり、離婚後に父母双方を親権者と罰する場合においても、転校の手続きについては、婚姻中の父母が別居している場合における現行民法制度の、民法の下での取り扱いと基本的に変わるものではないと認識しております。他方学校は父母間のののの協議の状況や家庭裁判所の審判所審結果等 えー、父母間の関係について正確な情報を得られる立場にないことから、えー、特定の父母間の関係が転の手続きの円滑な実施に影響するような場合には、 現在においても、裁判所や警察、家庭教育委員会などの関係機関との相談や情報収集を行い、個別のケースに応じて適切に対応していると承知しております。文部科学省といたしましては、共同親権の導入後も学校において、これまでと同様に適切な対応を行われるよう、法務省をはじめ,めとした関係府省とも連携の上今般の法改正の趣旨等について、教育委員会等を通じて丁寧な周知を行ってままいります福島みずほさん、はい、終わります。ありがとうございます。